会選手会の皆さんにとって手筒花火とは何でしょうか。秋葉地域の活性化につなげられれば、そんな思いが皆さん強いようですね。そうですね、ありますが、本来手筒は応用者自らが山に出かけ竹を切り出し作業が始まるわけなんです。お客様の方にちょっと向けていただけますか。その手筒には上下があります。炎がずっと伸びます。今女子の声かかりましたよね。ここから水平に持ち上げます。でゆっくり持ち上げます。左足の半歩を下げて、しっかり構えます。せーの、ワッショイ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 、素晴らしい。火持ってきたから、はい、ほら見ててみ、あれで火をあの火薬につけるとバーって火吹かれる。がで揚げるよう大豆してるでしょ、あれ。ほらくっついた、ほらくっついた、ほら上がるぞ。うん、男の人が上げてるんだね。ほら、ほら、うわーすごい。それでは掛け声お願いします。せーの、わっしょい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 。うわすごい、ありがとうございます。素晴らしい。さあ、はい、点火されました。せーの、わっしょい、わっしょい、ずっとわっしょい、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 わっしょい。ありがとうございました。続いては竹中道幸さんと小林雄一さんでした。ほら、うわ、来た来た。2つだ、2つ上がるような。ほら、あともう1つ、あもう1つだ。うわすごいな、あともう1つ、うん、これすごいな、すごいね。あ3つだ、もう1つ上がる。ほら、あっちも上がった。ほらほら、暑い、うん、暑いよ。でもほらすごいな、優勝だね。ほらいくつも上がった。すごい、すごいね、これ。おお。今度2人だけじゃなくていっぱいやる。うん、ほら。うわあ、すげえ。結構いっぱい。で、あとあれが最後。うん。すごい日々日がね、すごいね。あの花火と和太鼓がマッチして素晴らしいな。わっしょい、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 ありがとうございました。今夜は受賞します。スーパードライもエビスもモリスもプロラベルも悪くないけど、個人的にはキリンの新一番搾り生です。サシモゴールデンという幸せをもたらす優れたビール麦と一番搾り製法、それに岩手県高野産のホップが決め手らしいですよ。あーん。
目なくて残念ですというコメントが届いております。すごい、わっしょ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 い、